どうもロシングルです。フィンチ系の奇妙な屋敷で起きたこと、続きをやっていきましょう。月と海が綺麗だな。いやいいとこですよ本当に。なのに一族の呪いに振り回されてるね、エディスは。前回まではね、兄であるルイスと、誰だっけ、ルイスとミルトン、この二人の物語を追いました。さあ行きましょうか。越さなければよかったと思う。But I understand why we left. でもなぜ出て行ったのかわかる。これエディスの部屋ぽいね。なんかそんな感じ。いい。エディス、あ、そうだね、エディス、マン、冷蔵庫空きっぱ、電気代がやばい。兄ミルトンのチラシだ。My mom ended up leaving everything behind. 母さんは結局持ち物すべて置いていく羽目になった。え、お母さんドーンはどうなったんだろうね。メガネの人がドーン、お母さんで、真ん中が、エディおばあちゃん、ひいばあちゃんになるのかな。ハッピーナイティースバースデー、90歳の誕生日。あ、お、お。To teach to lean. ドンフィンチ。え、本書いてんの？なるほど、なるほど。What happened that night had been coming for. あの夜に起こったことは、来るべくしてきたんだろう。え、なんか起こったぞ。何かが起こったな。Maybe it should have come sooner. 前に起こっていてもよかったのかもしれない。ちょ、ゆっくりゆっくり一段ずつ登る。狭っ。 But it had to end one way. どうにかして終わらなければならないから。寝るところが2回。残されているのはあの夜のことをあなたに伝えるだけ。ああ、お腹にいる子にフィンチ家というものがどういうものだったかを教えてくれてるのかもしれないね。ああ、エディスの小さい頃だね。じゃあ開きましょうか。お香立てかな、羽、いや、ペンだ、羽ペンだね。自分の物語語ろう、今こそ。あの最後の日、イーリーは私たちが荷造りするのを見るだけで無言だった。夕食の席でグラスを掲げこう言うまでは、共に過ごす最後の夜に乾杯。おばあちゃん、お酒について話したでしょ。お薬の中でいくつかは、エイディス、廊下にプレゼントがあるの。行って開けてごらん。大人たちは議論しなきゃいけないから。I'm sorry, you're right. ごめんなさい、その通りだ。明日ここを出るから最後の時間を楽しみましょう。私はどこも行かないよ。You're excused. エディス行ってよ。え、ばあちゃんも連れてこうとしたのに断ったのか。これは何歳のエディスだ。おそらくですが、ドーンお母さんが、まだそこまで大きくもないエディスを連れてこの家から出て行こうとしたんだね。おそらくですが。暗い。その朝電気は止められてたけど、イーディはいつもたくさんのろうそくを灯してた。母さんが書庫を封印した時、もう一つ入り口があるって知らなかったと思う。それとイーディが鍵を持っていたこともここなんだね。お邪魔します。狭い書庫。やばいやばいやばい。書庫にろうそく焚くのは良くなくない？怖いよね。一発でアウトだよね。万一が起こったら。あんたが恐れてることは家を出たからってなくならないよ。ドンはもう息子二人がいなくなったことでこの家から出て行こうとしたんだろうね。エディスにはストーリーを知る権利がある。
私の子供たちはそれで死んだのよ。エディスと私は今夜出ていくのが一番だと思うわ。朝に介護施設から車を送ってもらうから、いい？ヒストリー・オブ・ザ・フィンチズ by エディ・フィンチ E.D. フィンチか。おばあちゃん、エリス、伝えたい話はたくさんあるけど一つ分の時間しかない。これはお前が生まれた夜に何があったかについて。あの夜はとてつもない気象だった。次の日ただ一つ残っていたのは、とてつもない引き潮。引き潮。あーすごい、昔の映画浅瀬に乗り上げるのを見たのはそれが最初で最後だった。海の木で地震があって、じゃあすぐ海戻るんじゃない。千年で一番の低潮だったそうだよ。ひどい匂いがしたっけ。あの家は生きてて毎日見えてたけどね。ああ古い家が見える。そこに帰るとは一度も思わなかった。これエディの思い出か。霧が立ち込めてきて私は道を失った。ああまずい。ああ見えない。どこどこどこ、何、振り向かされ、何、ん、ちょうわやば、これはまずいな。どこへ進んでる、大丈夫か、ゲーム。あ、おお、幻を見るようになって、あ、鹿、これ息子だよね。鹿が原因で亡くなったおじいちゃん、あれ、おじいちゃんがサムおじいちゃんかだね。エディはヒーバーちゃんだから、イーディーか、イーディーはエディスとイーディ、エディ、イーディーが混ざっちゃうんだよね。存在することさえ忘れていた者たち。めっちゃ噛むね、調子が悪いね、ベロ切り取りたいわ。でもそれらを見た時は昔からの友達みたいに思えた。こっちに行けばいいのかな。あの夜たくさんの記憶が戻ってきた。それから私がそれらのところに帰ったの。あ、たどり着いた。うい、ちょ、やっぱりイーディの手だねこれね。説明しにくいけれど、どうにか分かってね。エリス、ここで何してるの？私のものよ、エリス。お母さん、破れちゃう。話して。あ、よくない。あ、もがいてわめき散らした。でも母さんは私を車で引きつっていき、イーディ、ヒーバーちゃんを見たのはそれが最後だった。マジか。次の朝、施設の車が来たとき、彼女はもういなかった。それからあちこち引っ越して。切ない。私たち二人ともできるだけ明るくしてた。今、ちなみに手を動かしております。はあ。ウィーン。何年か月日が過ぎた。うわ、この演出すごいね。読めない。母さんは話したがらなかったけど、よく病気するようになった。あ、残りの部分はかなり迅速に起こりました。あ、何？少しの間良くなると、すぐ悪くなって、そして私は一人になった。フィンチ家の最後の生き残り。あなたのことを
知るまでは。I'm still not sure what to tell you about all this. あんたに何を伝えるべきかまだよくわからない。If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. 永遠に生きていたらいろいろ理解する時間があるのかもしれないけど、現状では目を開くことぐらいしかできない。And appreciate how strange and brief all this. そしてこの世の不思議さとは儚さを理解することぐらいしか。This journal was supposed to be for you. この日誌はあなたのためのはずだった。But now I hope you'll never see it. これは。でも今はこれを見つけてほしいとは思わない。これ、エディスのお腹の中だ。ただあなたに会いたい。And tell you all these stories myself. そしてこれらの物語を自分で伝えたい。早く。I guess if you're reading this, 早く会いに行かなきゃ。でも考えるに今これを読んでるとしたら、私の願いは叶わなかったってことね。大丈夫。会えるはず。エディス。This is where your story begins. これがあなたのストーリーの始まり。一緒にそこで見ることができなくてごめんなさい。みんな頼みだけど、私がいないことを悲しまないで。私たちの誰もが少しでもこの世に存在できたことに見張ってほしい。こういいの。Good luck. エディス。うわぁ、エディス亡くなっちゃったよ。そして大きくなったエディスの子供。フィンチ家の呪いが。そんな逃れられないのか。うわ、ええ、これ作ったクリエイターの人本当に亡くなったのか。すごっ、やばい、エンディングの作り込みがすごい。ロック解除、すべての終わり。うわー、やばい、たまんないね。すげえ。ありがとうヨハン、ロック解除。多分クリエイターの人なんだろうねヨハン。
うまい。あ、終わったのかな。さあ、家族すべての物語を見終わりました。いやー、面白かった。すごいね。家族一人一人の物語が奇妙で、でも悲しくて、でもちょっとだけ滑稽でね。なんだか、基本悲しいんですよ。やっぱ亡くなってる人が多いから。なんだけど、夢見がちというか、なんかふわふわした世界の中でね、亡くなってしまったりとか、そういうので何か少し救われてるような気がします。いやー面白い。最後エディスが亡くなってしまったのもショックでしたけども、すごいね。一族の物語をこんなに面白く、一人一人の物語の紡がれ方が超面白いじゃないですか。すごい。一族の物語こんな面白く描くっていう、その、ね、発想がすごいですよね。それぞれが三者三様の特徴があって、僕的にはルイスの話がすごい刺さりましたね。夢見がちというか妄想の世界をよく見るっていうのがすんごい良かったな。いやこれは本当に最高のアドベンチャーゲームでした。いやまたね、こういった面白いアドベンチャーゲームでお会いできたらと思っております。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。アリベデブリッジ。